こんにちは、山内ゆうきです。 GRE、GMAT、SAT、ACT のような一般テストっていうのがあるんですけども、これは大学の学部ですとか大学院ですとかビジネススクールに留学される方が受けるテストなんですけども、このライティングセクションで結構大きな変更が起こってきていますし、これからも起こると見込まれます。ですので、それについて今日はお話をしていきたいと思いますね。 GRE、GMAT っていうのは大学院とかビジネススクール向けです。SAT、ACT っていうのは学部留学向けですね。このどのテストにおいてもですね、これまでエッセイセクション、ライティング、テストによってはタイピングね、またはテストによっては紙ですね、紙書くっていうライティングセクションってどれにもあったんですけども、これに結構大きな変更が生じ始めています。一番大きな変更っていうのは前の動画でも説明しているんですけれども、ライティングセクション、SAT のライティングセクションっていうのが廃止されます。なくなりますっていう話なんですね。これも正式に発表されているので、なくなります、SAT からは。これって結構大きな流れが実はできていまして、もうライティングセクションいらなくない、そもそもテスト自体がいらなくないっていう議論もあるぐらいなので、その中でも特にエッセイのセクションってもういらないよねっていう話は実は前から結構大きくあるんですね。で、その煽りを受けて、エッセイのセクションっていうのも SAT から取り除きましょうということになりました。これ他の例えば GRE とか GMAT とかのテストを受ける方も共通なんですけれども、エッセイのテストって別に出るじゃないですか。例えばバーバル英語、クワンティティブ数学、これを足して何点っていう本体の点数が出ますよね。それに横付けされる形でエッセイ何点って出るじゃないですか。 GRE、GMAT ともに6点満点で、例えば 4.5 出ましたとか 5.0 出ましたとか別でつくじゃないですか。で、合否の結果ってほとんどこっちをメインに見ますよね。こっちも見ないわけじゃないですよ。もちろん大事ですよ。で、高ければ高いほど合格率が上がりやすいって、これはあるんですけども、どっちがより重要視される、よく見られているっていうと、こっちがよく見られるんですね。本体の方がね、英語と数学ですよね。だからこっちって付属的に点数が出てるような印象あるじゃないですか。やっぱり大学側も見てはいるけども、最重要視は本体の方の点数を見てるっていうことは、もうそもそも認識としてエッセイはまあまあ一応見るけれども、最優先事項ではとしては捉えていないっていう一つの表れなんですね。だからこそもう SAT セクション自体がいらなくないっていう議論が出てきたわけなんですよ。で、実際に SAT ではもういらなくなりましたということなんですね。で、これってね、実はこれから他のテストに影響するんじゃないかというふうに言われていまして、実はこれすでに GRE にも GMAT にも影響を与えているんですね。例えば GRE においては、エッセイを書く時間ってかなり短縮されたんですよね。40分で書いてって言われたら、も30分で書いてって、例えばイシューエッセイはねってなったんですね。で、アギメでも時間を減らすですとか、もう時間を減らして書いてくださいと、そこまで長いエッセイを書かなくてもいいと、短くしてくださいと、時間も短くしますって、前ももっと長かったんですよ。それが今短くなっています。そういう変更っていうのは GRE にも数年前、何年か前に加わったんですね。 GMAT においても結構大きな変更はすでになされました。もう自分の意見を書くエッセイっていうのは書かなくていいと、エッセイも1個になってるんですね。前はエッセイ2個だったんですよ。だから今はエッセイの望む方っていうのも1個だけでいいということになっています。まあ、逆に別のセクションできたっていうのはちょっと GMAT はあったりするんですけれども、もうエッセイ2つあったのが1つでいいってなってるぐらいなんですよ。こういう変更で、だから SAT だけじゃなくて GRE、GMAT っていうテストにも起こっているということなんですね。特に GRE でも GMAT でも同じなんですけども、自分の意見を言うタイプのエッセイ、イシューエッセイですよね、っていうのはこれから重要度がどんどん下がるんじゃないのっていうことはよく言われています。なぜかというとですね、そもそもですね、エッセイセクションって、これはもう TOEFL でも IELTS でも GRE でも GMAT でも SAT でも ACT でも全部同じなんですけども、ちょっと GMAT は一部例外的ですけども、オピニオンエッセイ、自分の意見を書くエッセイってあるじゃないですか。で、これに対して非常に厳しい指摘って昔からあったんですよ。どういう指摘かというと、プリメイドでできちゃいますよね。もう自分で、イグザンポーっていうのをガチガチに固めておいて、でそれをあとは覚えたものを書くだけっていうことができちゃうじゃん、でっち上げることができるじゃん。例えば「フォーエグザンポー」って書いて、自分のこの経験したこととかこういうことがあったって書く人いっぱいいますけども、書けって言われてるんで書きますけども、それって本当に起こったことをでっち上げじゃないっていうのは調べようがないんですよね。なのでそれをもうプリメイドだったりでっち上げっていうのはいくらでもできる、それを判別する方法がないっていう状況において、そのオピニオンエッセイっていうのを実施すべき、し続けるべきっていう話っていうのがこれあったんですよね。で、やっぱりその作り話、でっち上げですとかプリメイドっていうのを排除できないので、そういう意味でエッセイセクションっていうのは、その出願者の純粋なライティングスキルを測定できるものなのかなっていう疑問が大きくなったわけなんですよね。結果として、例えば GMAT なんかはもう
オピニオンエッセイないですからね。昔はありましたからね。そういう理由でオピニオンエッセイはもういいと。アナリティカルにここに問題があるよ。文章を読んでね。ここに問題がある、ここに問題がある。こういう可能性もあるじゃないかっていうふうに、プリメイドなもの、でっち上げが使えないタイプのエッセイが残ってるのは、そういう背景があるんですよね。GRE はまだオピニオンエッセイ残ってるんですけども、イシューエッセイがね。これはアーギュメントエッセイだけになるんじゃないかっていう話もされていますけど、まだ変更はされていないですけどもね。将来そういう変更が加わってくる可能性は十分あるということですね。トッフル、アイレツ受ける方にも重要なポイントになります。なぜかというと、そういうプリメイドな、もともと作られたり話を書くだけ、テンプレート的なやつですね。あとはでっち上げと思われるようなコンテンツって激しく減点されてきていますし、昔よりも全然激しく減点されています。これからも激しく減点され続けていくだろうなというふうに予想されます。これからエッセイの練習をするときにね、それをもって提出をしていこう、ライティングの点数をブーストしていこうというのは機能しないので、もうすでにしていませんし、これからも機能しないので、そういうやり方じゃない対策っていうのをTOEFL、IELTSの方も取っていく必要があるということですね。はい、では昨今のですね、まだ未来の各テストの動向変化についてご説明できたかなと思います。これ結構オンゴーイングで進んでる話ですので、続報ある場合には出していきたいなと思います。また個別でご質問ある場合にはコメント欄でありますとか、Twitter の方やってますので、ご質問を個別にいただければと思います。では受験される方、いいテストのスコアが出ること、また合格することを願ってます。 See you next time.